まあ、今回は私の年齢的にこのナルネ1とかナルネ2ってこの年齢ごとに区切っててそれぞれセクションがあるんですけれども、今回私がナルネ1で出たんですが、ちょうど本当にその枠の最後の年だったので、次からちょっとその上のセクションに上がるんですけれども、まあ、今後棒で出ていたことから幅を広げて、まあ、サイも含めて視野に入れながら、まあ、やっぱり今回この道場の東京支部の子が空手で今回世界大会エントリーしてたんですけど、その時に初めて私が大会を出る姿を見てもらったんです。それはすごくいい機会だったなと思うのが、まあ、それで彼がいずれは練習を積んで小武道で大会に出てみたいってすごく口にしてくれたのはすごく嬉しかったし、そうやってなんかモチベーションにつながるのであれば、可能な限りは私も大会にも出ながら皆さんと一緒に稽古を積んでいったら、それぞれ切磋琢磨して成長できるのかなと思いました。琉球古武道は本当に武器もいろいろあって、はい、しかもなかなか日本のそのコントの古武道とかでは見れないような面白いものもたくさんありますから、はい、あれ見て触ってるだけでも面白いなとは思うんです。そうですね、なんかはぁってなんかもうその新しい道具を見ただけで皆さんが目を輝かせて、すごく興味津々に振り方とか見よう見まねで触ったりするのを見てると、私もなんか初心に戻るし一緒に楽しくさせてもらってます。では行きます。本来は丸です。あ、通常は丸なんですね。はい、はい、このような感じで丸です。これだけちょっとあの卵というか楕円形に作られてて、まあ一応これでも別にダメということではないので、これでしっかりと6尺と重さ規定を満たしていれば通りはします。これは特注なんです。市販されてる特注です。もともと船をこぐ貝をあって、で道場によってはどっちも山なりなんですけど、うちの場合はここにフラットにしている原因というのが、名前の付けは砂掛けの本って名前があるんです。砂をかけるっていう目的があるので、ここをフラットにして、ここに砂をかけちゃうと砂が相手の横に来ちゃうので、フラットにして砂入れて相手の目を潰すって言っていいですか、距離はあるんですけど、それを砂を通じて延長線上に相手の次の攻撃を塞いで懐に入るっていう、はい、独特のちょっとまた名前に由来した使い方があるので、これはなんか私もちょっと小説あるのであれなんですけど、なんか梅のひづめの鮎の金具からなんか使われて、まあ、これ道具に生かしてっていうふうに言われて、これはまあどっちかって言ったら道具の中で一番空手道具持たない動きに近いですね。なのでこれはこういう硬いからこそ相手の方に下段を切るっていうのを挟み抜けて、ただすごい痛いので綺麗にはまったら折れちゃったりとか、あとはこの下段来た時に押さえを消して相手のこう顎を、どっちかするとこっち側を使う。そうですそうです、ここは一応突きの時に使いますけど、どちらかといったらメインこっちが多いですね。受け手のひら側、はい、はい、やっぱり攻撃よりもまず防御からが入るっていうところもあるので、だからこの鉄砲の方においてはここを使った受けを主に見受けられるところ多いのかな。独特のちょっと足さばきとかもあったりするんですけど、こうちょっとクロスになったりとかいうのがあったりとか、結局これも受けてっていうのがあったりとか、こういうのがあったりとか、まあ、攻撃の時にここ使ったりもこめかみですね。あとは相手が引いてるとか下段の切り抜けして挟み受けして、はい、ハサミ受けして、これはハサミ受けなんですけど、まあちょっとよりちょっと危ないですけど、どっちかというと古代ローマみたいな感じの、はい、相手やっちゃう系ですよね。これもさっきの材質もでも完全鉄です。そうですそうです、ベースは一緒で、この突起物をタイプにするか、まあ、このタイプにするかっていう。そう、そうですね。で、いざ来た時に、ってなった時に、で、攻撃した時に受け流して、棒がここに流されることを想定して、
っていう懐に入るっていうところであります、うん、なので最初のここだけだと棒もそうなんですけど対峙した時に長さが測りにくいんで相手もどの距離感を詰めていいのか分からなくするのが構えの目的かなっていうふうに私も思います。こっちの絵の方で突くこともある？ありますあります。もうパンチのこの突きの時はこれで突った時ももちろんあります。だけどやっぱりその相手の連続性の避けたりとか攻撃につなげる時に、まあ、ついて届かなければ出して、うん、それでも届かなければ踏み込んでっていう、はい、連続で相手の攻撃をどん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 封じていくではないですけど詰めていくっていう。どうしても裁って棒の両手にかかる力には負けるので、まあ裁は本来こういうふうにかけ受けあのクロスで受けた後に流したりはするんですけど、万が一ここにはまった時に、まあ、親指を出さないように私たちしてるんですけど、ここで攻撃を止めてこうひねると6かけられるんですよ。そうするときに攻撃を塞いで捨ててここでっていう。なのでこうして握っちゃうと刀とか棒でもそうですけど親指取られたら死んじゃうので、だからそこは使うときに気をつけるようには指導しております。ありがとうございます。本番は先ほどご説明したままもと諸説あるのかなんですけど、これも基本は持ち方はこっちですね。これももちろんこれでの突きもありますけど相手の攻撃を入ってるみたいなイメージがありますねっていう感じですね。でも受けるときにここから両面に受けた後にところで入って入って、でもちろんこういう掴み方もあるので、うん、棒が来たときにこう先ほどおっしゃってたような、そうです、はい、そうですね、ここで棒で引っ掛けてそれでグッと払い込まして、うん、相手の攻撃道具を奪うぐらいの勢いで飛ばします。ちょっとカシノキなので結構怪我もつきものではあるので、まあ、ちょっと周りの環境周りに届かないようで環境を確認しながらやってもらうようにしてますけど、基本はもうこう押さえて顎を打ったりとか回したりとかもありますし、ここで棒を受けて相手に入るっていうのも当て打ちでも本当に接近戦ですね。相手が逃げていけば逃げていくと次の技を連続して繰り出して詰めていく、こういう風になるとこんなに軽いんですけどすごい挟むと痛みが生じるんですね。これでひねってやると容易に折れるんですよ。それがこのヌンチャクの一番の裏に隠れた特殊技になります。まあ本来のヌンチャクと一緒で結局使い方は一緒なんですけど、うん、っていう感じで収めてすぐ隠せるので威力としてはそんなにないんですけど相手にダメージを与えて逃げる時間を作るっていう、まあ、意味合いもあるので、結構この日本だと全然容易に取れるんですよね。こうでキャッチできるんですけど3節は3節目がすごいバラつくんで、シンプルに見えて結構難しい、まあ、ご覧の通り亀の甲羅ですね。今ねこういう南海上陸とかするので、海を渡ることはないですけど、まあ、以前昔から入っているものとかを、まあ、周りにあるものを生かして作ったっていう意味合いで、まあ、それも一つかなと。前回はうちの先生なんかパラボラアンテナみたいなあんなのをうまく活用してこういったものを作って手作りなんですよね、これも、はい、なので本当の実際のカメの甲羅の内側を骨とか繊維とかがあるものを全部きれいに削って、でこの取っ手をつけてネニス塗りしてって感じで、で色付けしてあたかもこんな感じでもともとあったかのようないろいろと手の込んだ仕事がされてます。まあ、これはまあご覧のようにも攻撃からの受けですよね。で棒がついた時にこう受け流した上でここに相手の懐にとかでその先を突くとか、あとは相手が下段できた時に、まあ、受けた後に相手の懐に飛び込んで
投げて、この足の方ですよね。投げる場合、はい、あ、本当は投げないんですけど、本来は投げるための型として、私たちはだから練習の中で、やっぱ斜め45度にきれいにスパンって投げないと刺さらないので、砂浜とか投げる練習とかしてます。支部を持つ、支部を運営するっていうところは、やはり一番にこの教える、伝えていくっていう責任がまず発生するので、やっぱりこの簡単なことではないと思いましたし、重責をすごく感じました。で、私もやはりこうやって重ねていって経験を積んで、まあ、あの団員も取得して大会経験結果として積んでいく中で、いずれ私があの道場を持つようになるときは本当にそういう自覚と責任が芽生えたときだなっていうのは思ってたんですけど、まあ、こういうきっかけもいただいて、この先生からの後押しもいただいて、女性があのやってる姿をいろんな、まあ、県国内世界に発信していきたいっていう彼女の思いもすごく感銘を受けたので、私もそれであのサポートする意味でも皆さんをちょっとあの育てていくためにもちょっと一肌脱ごうと決めました。